市のタイルフォー台湾の皆さんです。台湾は日本と同じく島国で、島の形はさつまいもに似ています。毎年地震や台風に悩まされますが、同時にたくさんの生き物や肥沃な土地を有しています。台湾人の先祖は海で魚を取り暮らしてきました。台湾人は楽観的でもてなしの心にあふれ、またとても親切です。今日はそんな台湾の漁民たちが高波を乗り越えていくという不屈の精神をテーマにした、風に乗り波を砕くをお届けします。それでは踊っていただきましょう。タイムフォー台湾の皆さんです。どうぞ。名古屋の皆さん、こんにちは。私たちは日本から非常に近い隣国台湾から来ました。皆さんは台湾に来たことはありますか？台湾も日本と一緒で海に囲まれています。海産物いっぱい取れます。ボラから作ったカラスミ非常に美味しいです。マグロも美味しいです。台湾に食べに来てください。それではよろしくお願いします。